シャーロット・マリア・チャーチ、1986年2月21日誕は、ウェールズ出身の歌手である。12歳で、天才少女歌手としてデビューし、クラシカルクロスオーバーの隆盛に一役買う。その後は、ポップスの作品も発表し、テレビ番組の司会でも活躍している。英語での名前の発音はシャーロットに近いが、日本では、ソニーミュージックが、デビューアルバムのリリース以来、シャルロットの表記を用いている。カーディフのランダフに生まれた。幼い頃から音楽が好きで、3歳半の時にカーナーボンの海辺のリゾートでいとこと、ゴーストバスターズの音楽を歌ったという。9歳の時に、クラブ歌手のおばの助言で、本格的に歌を習い始めた。デビューのきっかけをつかんだのは10歳の時のことで、リチャード&ジュディというテレビ番組を見ていた。シャルロットは番組で脳のある子供を募集しているのを知ると自ら電話をかけ、プロデューサーに壊れるまま、ピエイエズを歌い、番組に招待された。彼女の歌は大きな評判となり、その数ヶ月後には、ビッグタレントショーという番組におばに付き添う形で出演し、ここでも司会者に壊れて、アンドルー・ロイド・ウェバーのレクイエム1曲、ピエイエズを歌うと、ショーを独り占めした。その後も数々のテレビ番組に招かれ、カーディフのアームズパークやロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでのコンサートへの出演や、シャーリー・バッシーのアントウェルペンでのコンサートへのオープニングアクトとしての出演がこれに続いた。シャルロットは、カーディフの興行主、ジョナサン・シャリットの仲介により、ソニー BMG と契約し、1998年に、ボイス・オブ・アン・エンジェルでアルバムデビューを果たした。ソニー BMG UK の会長、ポール・バーガーは、自らのオフィスで聴いた彼女の歌声に圧倒され、その場で契約を決断したという。宗教曲や民謡などを収録した、このアルバムは、全世界で1000万枚売る大ヒットとなり、シャルロットを音楽シーンの最前線に押し出すこととなった。1999年には、自身の名を冠したアルバム、シャーロット・チャーチをリリース。ここでシャルロットは、宗教曲や民謡の他に、著名なオペラアリアも披露した。また、第1曲の、ジャスト・ウェーブ・ハローは、彼女が初めて、ポップスセンスを取り入れた楽曲である。2000年には、クリスマスアルバム、ドリーム・エイドリームをリリース。フォーレの、パワーヌを翻案したタイトル曲では、カントリーミュージックの少年歌手、ビリー・ギルマンと共演した。2001年にはよりポップス色を強めたアルバム、エンチャントメントを発表。また映画、ビューティフル・マインドの主題歌、オール・ラブ・キャン・ビーを歌った。2002年には、プレリュードと題するベストアルバムを発表した。シャルロットのクラシックの枠外での活動は、ディスクジョッキーのダレン・テイトが、ユルゲン・フリース名義で発表したシングル、ザ・オペラ・ソングにフィーチャーされたのが最初である。彼女の名前はイニシャルで CMC としてクレジットされている。このシングルはイギリスのヒットチャートで3位を記録した。2003年公開の I'll Be There のオリビア役で映画デビュー。2005年には最初のポップスアルバム Tissues and Issues を発表、Crazy Chick など、シングルカットされた4曲はイギリスで、まずまずのヒットを記録した。しかし国外でのセールスは不調に終わり、北米販売も見送られた。2006年11月、ソニー BMG は、シャルロットとの契約打ち切りを公表した。その後は2006年9月1日から2007年4月6日まで、チャンネル4のザ・シャーロット・チャーチショーの司会を務めるなど、歌手以外での活動が目立つ。2007年3月、自身のブログにて、スタッフが妊娠を発表。同年9月20日に女児を出産した。相手は、同じウェールズのラグビー選手、ギャビン・ヘンソン。2008年6月には、第2子を妊娠したことが判明した。2010年の5月、破局した。2012年5月26日、新曲3曲、The Rise、How Not to Be Surprised When You Are。A Ghost and Say It's True の BBC ラジオで発表し、同年9月4日1枚目の EP1 を発表。同年12月19日には2枚目の EP からのリードシングルグリターボムドをザラインオブベストフィットオンラインの音楽雑誌で発表。2013年3月4日、2枚目の EP2 を発表。同年のビクトリアスフェスティバルイン2013に出演した。1と2は合わせて2013年3月12日に米国で発売された。このプロモーションのため、北アメリカを約10年ぶりに訪れ、ニューヨーク、ロスアンジェルス、トロントで公演を行った。この北米公演では衣装デザインをゾエ・ハワースカが担当した。2013年7月15日、3枚目の EP からのリードシングル I Can Dream をサウンドクラウドを通して発表した。同年8月19日、3枚目の EP3 を発表。2014年3月10日、4枚目の EP4 を発表。この EP のリードシングル Little Movements のミュージックビデオを2014年3月15日、YouTube に公開した。天才少女としてもてはやされる一方、ある時期を境に、服装や化粧が派手になり、飲酒や喫煙が報じられるなど、タブロイド紙を賑わせるようになった。最近では、元恋人を殴るなどの事件や性的な話が暴露された。スキャンダルの多いことで知られる、オアシスのボーカリスト、リアム・ギャラガーからも、後継者は、シャルロットと指名されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。